第10章、神々のサンダーボルト。今日メディアで見かけるような宇宙物語はバーチャルリアリティです。ウォレス・ソーンヒル。2003年、オーストラリア、メルボルン。この広大な州都の郊外にある閑静な住宅街の一角にある自宅の居心地の良い居間で、彼は私と向かい合う形でソファーに座っている。北米の先住民は随分昔から火星のことをスカーフェイスと変わったニックネームで呼んでいます。物理学者であるウォレス・ソーンヒルは親切にも空港で私を迎えてくれた後、ここで私の質問に答えてくれている。マリネルス渓谷と呼ばれる 5000km 近い長さの巨大なヒビの存在について彼らはどうやって知り得たでしょうか。望遠鏡など持っていたわけでもなく、また裸眼では何も見えません。ウォルは全く彼独自の極めて刺激的な理論について語ってくれた。氷河期の終わり頃、私たちの太陽系の惑星の位置は今とは違っていて、火星は地球に極めて近い位置にありました。地球の人々にはまるで顔の傷のように見える火星の巨大な渓谷が見えたのです。このような話は私のような新しいことに対してあまり偏見のないものにとってさえもにわかには受け入れがたい。しかしこのことについては彼だけではなく、何十年も前にイマニュエル・ヴェリコフスキーというフロイトの門弟であったこともある博識な医師が世界中の神話を広く研究してまとめた衝突する宇宙 World in Collision、 鈴木慶信訳、法政大学出版局という著書に書いているのだ。同書はニューヨークタイムズのベストセラーになったものの、科学者たちによって燃やされた。文字通り彼らは本を読んだ後に燃やしてしまったのだ。ベリコフスキーと会ったことがきっかけとなり、ウォルは宇宙は電磁気でできているのではないか、つまりプラズマを媒体として電気によってできているのではないかという驚くべき、明らかに途方もないと思われる概念を真剣に研究してみることにした。物理的宇宙の 99.99% はプラズマであるというこの事実は、科学が宇宙理論を作り上げる際にはほとんど完全に無視されてきた。プラズマは電気エネルギーを完璧に導電するのだ。私は今回彼と会う前の2年間、彼の研究についてずっと調べてきた。それゆえに私は彼のこの概念が完全に論理的であると納得しており、かつブラックホールやダークマター、アインシュタインの説く時空の歪みなどよりもずっと説得力があると感じている。これらはいずれもそれが起きると言われている場所に実際に存在すると証明されたことがない。それらは数学によって証明されているだけなのである。あくまでも理論であって、それ以上でもそれ以下でもないのだ。一方、もしも古代の人々が本当に帯電したプラズマの海に浮かぶ2つの惑星が近づいたことで巨大規模の放電が起こったのを目撃していたとするなら、それを裏付けるような伝承については注目すべきだと思った。なぜならそのようなことを彼らは決して忘れないであろうからだ。ここオーストラリアには地球上で最も古い人類グループがいます。アボリジニです。彼らはこの土地に最低でも4万年は暮らしていて、彼らの古代の物語は彼らの祖先が目撃したといわれる
空の巨大な稲妻に関するもので溢れています。また、彼らだけでなく、複数の古代社会が空中における竜の争いについて言及しており、壁画として残しています。彼は著書「電気的宇宙論」「Thunderbolts of the Gods」小沢元彦役徳間書店を開いて、これら壁画の写真を見せてください。